こんにちは、生野です。今日うちにナース撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京城ね、晴れてますね。気温もね、結構高いみたいです。まあ、30度いかないみたいなんですけど、まあ、カラッとしててね、なんか過ごしやすい天気です。今日はね、10月3日ですね。日曜日です。すごくいい天気です。娘とね、うちの奥さんはね、遊びに行っちゃいましたね。天気いいんでね、私はまあ家で、留守番です。まあそんなところで、まあ、素晴らしい一日です。はい、今日のテーマなんですけど、フィリピン人女性日本人かっていうのは、まあ、はてなマークです。こんな話します。はい、まあね、うちの奥さんね、フィリピン人です。2歳になる娘とね、3人で日本に暮らしてますが、早ね、来日して、どのぐらい経つんだ、4年ぐらい経ちますね。早いですね。3年から4年ぐらい経ちます。で、まあ、純粋にフィリピン人なんですが、だんだん日本人化してますね。これはね、よくわかります。で、なんかね、フィリピンにいる日本人の女性でもう10年以上住んでる方ってね、もうなんか結構日本人っぽい方もね、結構いらっしゃいます。中にはね、30年ぐらい住んでて日本に帰化しちゃったりとかっていう人もいらっしゃいます。そうするとなんかほぼほぼなんかね、日本人のような感じで、まあフィリピン人なので、ちゃんとタガロン語とか話すんですが、まあほぼね、長いと日本人の習慣が身についたりとか、日本人のこうなんかね、いいところも悪いところもなんかね、似てたりすることが結構あります。で、まあね、そんなお話をしようかなと思っています。その前にちょっとコーヒーを飲ませてください。今日はね、ブレンドコーヒーですね。ブレンド、MJB のブレンドです。たくさんあるんで、どんどん飲まないとね、古くなっちゃうの。あ、美味しい、ホットコーヒーです。はい、まあ、午後はねちょっと暑いんですが、まあ、ホットコーヒーでもまあいいかなと思って、はい、じゃあ早速言います。フィリピン人女性日本人か、まあ、ハタナマークですけど、まあね、結構見ててね、あれですね、日本人のような振る舞いをしてたりとか、日本人しか食べないようなものを食べてたりとか、まあ、食べ物はまあ慣れれば食べるのかもしれないけど、まあ、瞬間とかね、習慣とかいろんなことをね、こうね、だんだん日本人のようにしている人が多いですね。で、まあ、フィリピンに戻ると、なんかやっぱり自分ね、これよく聞く話なんですけど、フィリピンに戻ると、なんかフィリピンのこう面倒くさいところが嫌とかっていう人いるんですよ。だから日本に長く住んじゃって、日本のこう風習習慣、なんかそういう文化みたいなものが心地よくなってしまって、フィリピンのこうなんか変なところがやたら目につくとか、なんか住みにくいとかっていう人が結構います。やっぱり日本のがいいっていう方もいますね。まあ、フィリピンがいいっていう人は、まあ多少いるんですけど、だからまあ人それぞれなんですけど、私はね、どっちがいいって言ったら、私はフィリピンの方が全然いいんですけど、だから人それぞれなんですが、日本にまあ長く滞在してるってことは、まあ日本が好きなんですね。で、住みやすいし、自分がそれに合っているっていうことで日本に住んでるんですけど、なちょっと住んでて、あ、ちょっと合わない、フィリピンの方がいいとかって言うんだったら、フィリピン帰ってしまうんですけど、だからまあ、そういう女性をね、まあ、たくさん見てきてね、ああ、面白いなと思いました。で、まあ、一番びっくりしたのはね、フィリピン人ってね、あんまり風呂入んないですよ。風呂入んないとか、体を洗わないとかそういうんじゃなくて、湯船に入るあんまり習慣がないんですね。フィリピンに僕住んでた時に、湯船に入らなかったですよ、ほとんど。ホテルとか行くと、バスタブのあるホテルに泊まったりして、お風呂に入ったりするんですね。で、まあ、皆さん多分フィリピンに行ってバスタブがあるかまでは確認しないのかなと思うんですけど、僕はね、一応そういうふうに確認して、どこのホテルがバスタブがあって、どこがシャワールームだけとかっていうふうに見ます。で、たまにね、だからお風呂に入りたい時に、まあ、ホテルに行ったり、僕はミンダナオ島に住んでたんで、ミンダナオ島、まあ、ダバオが一番でかい都市なんで、そこのバスタブがあるホテルに行ったりはするんですけど、ね、あるところはね、大きなホテルは結構ありますね。今ね、なんかもう結構ダバオでもね、ホテル潰れちゃってるので、なかなか大手のところなかったりとかするんですけど、はい、確かね、
フロントインシュラー、インシュラー、あの海岸沿いに立ってるやつ、あれとね、ロイヤルワンダイヤは確かね、バスタブあった気がしますね。一応確認、お風呂入りたい人はそこへとりあえず電話で確認してみればいいと思います。確かにあったと思います。他はね、なんかあんまりちょっと安いホテルだと本当シャワールームだけなんで、だただ大手のところはね、みんなねちょっと、閉めてしまってるのでね、まあ無理だと思うんですけど、まあそんなわけでね、フィリピン人の女性ね、日本に来てだからお風呂大好きで温泉大好きって人すごい多いです。あれ驚きましたけどね。で温泉行ってあのお刺身食べてお酒飲んでっていう人がねすごい多いんですよ。だからすごいびっくりしました。で温泉大好き、温泉行きたいっていう人たくさんいます。でうちの奥さんも最初日本に来たばっかりの時はなんで温泉なんか人前で裸になるのは嫌だとかって言ってるんですけど、最近ねなんかどっかで行ってるのかどうかわからないんだけど、別になんかあまり抵抗がないようになってきましたね。で温泉に行きたいと言ってます。だからなんか周りに感化されて、まあさすがにねまだね生物の刺身を食べようとはやっぱ思ってないみたいですけど、ただあのお寿司のこう仕組みみたいなのを話すと、あお寿司なら食べてもいいかなとかっていう話はしてます。まあ寿司はまああの寿司飯はまああのビネガーでこうちゃんと酢飯になっててちゃんと締めてあったりするので、あとほら焼いてあったらするお魚もあるし、中にはちゃんと漬け込んであるっていうねあのネタもあるので、全てが全てねそのまま生物ってわけではないんですけど、まあわけそんなわけでね、あのお寿司はねまあいいかなとかっていう話はしてないんですけど、生物をそのまま食べるのはねちょっと今やっぱり抵抗はやっぱりねあるみたいですね。はい、私もねちょっと生物はええとか思うところあるんで、あまりそんなにね進んで食べようと思わないんですけど、まあだからそういう風になってね、やっぱり日本の習慣とかね、でうちにね来た時にね半年ぐらいした時にやっぱり夜ね家のお風呂に入るようになったんですよ。湯船にお湯を張ってお風呂に入るということをしたら夜とてもよく眠れるんですね。でこれはなぜかというとやっぱり体温がいか上がってこう下がるときに多分副交感神経が働くから夜ゆっくり眠れるってことがあるので、うん、それをね彼女はね、知ったので、やっぱりお風呂に入ってゆっくりして寝るっていうことがね、すごくね気持ちいいってことが分かったんですけど、だからなんかね、そういう習慣がね、とてもいいんだっていうふうにね彼女はね、多分気づいたんですね。はい、まあだからね温泉もねやっぱりね、すごくね行ってみたいなとかってね思ってみたいで、まあね今年の冬ねもしかしたら、ね、行かれるかななんてね思ってるんですけど、また GoTo 始まんないかなと思ってね、ちょっとまだ、予定はね聞いてないんですが、まあ緊急事態もね、緊急事態宣言もねまあ先月終わりになって一応解除になってますんで、これからねどんどんねまたGoTo やるのかどうかちょっと、まあ、政権がね、岸田政権に変わるってこともあってその後どうなるのかわからないんですが、まあそういうことで GoTo 始まったまた温泉行きたいななんてね考えたりしてます。まああとね習慣というか結構いろいろあるんですが、すごいねなんかね僕がね気になったのは、はい、うちの奥さんねまああまり歩かなかったんですけど、歩く散歩するっていうかねそういう習慣がね結構ありますね。でまあ娘ができたんで公園に行ったりするのもあるんですけど、フィリピンでねまああんまりなんか歩き回ってる人見たことないですね。まあ、マニラだとね結構まあそれなりに公園があったりするんですけど、私のところ港とか、ね、あんまりこう外をうろうろするとかってないような気がするんですけど、でフィリピン人で基本ね歩かないので、例えばなんか 200m ぐらいちょっと先でも荷物も持ってないのにトライスクに乗るとかってそういう人たちなので、まあ、歩くってことはまずないし、で、まあ、荷物たくさんあったりするんだったら乗ってもいいのかもしれないんだけど、まあ、ほぼほぼねそんなね歩くなんてことはないし、だから運動不足の人結構多かったりするんだけど、でもこう歩くってことについて、やっぱり医学的にも脳の刺激になったりとか、朝歩くことによってその日の一日がすごくいいとか、朝起きて太陽をバッと浴びると体の時間がバッと始まって少し散歩すると少しね
リラックスできるとか、その一日がね本当ね、かなり快調というか、まあすごくねリラックスした一日にね過ごせると思うんですけど、そういうことをねあんまりフィリピン人でそんなにしないような気がするんですけど、で内巻さんもね朝はね別に散歩はしないんですけど、まあ少し起きて、こう太陽を浴びるとかっていうことをしたりとかするし、でまあ、 休みの日はね公園に行って遊ぶとかってね、そういうことをしたりしますね。だからいろいろねなんか習慣がね少しずつ変わってきて、これはまあ日本特有の別に習慣じゃないんですけど、フィリピンにはあまりない習慣、まあ、フィリピンは国の事情であんまりホイホイ外でね散歩するってこともできないのかもしれないんですが、まあでもショッピングモールね行ったりするから、まあ歩いてることは歩いてるんだけど、まあ、自然を楽しんで公園に行くとかっていうのはあんまりそんなにね、多くの方がねやってると僕は思えないんですが、まあでもね歩くってことねすごくね健康的にいいしね、娘と一緒にね遊んだりするのは楽しいと思います。はい、まああとねまあ日本にあってフィリピンないってのはやっぱりいろいろ交通機関はねやっぱり全然違いますよね。で日本に来た時うちの奥さんね電車に乗れなかったしねどこも行けなかったんですけど、まあ、今ほぼほぼ一人でどこでも行ってます。でフィリピンで、まあ、まあみんなの通っても電車ないですからね、基本的に路線バスっていうか、まあぐるぐる回ってる乗り合いのジブニーみたいなあんなのしかないので、あとはトライスクールに乗るとかそういうのですね。でダマオとかねああいうとこに関してはぐるぐるルートで回ってるこう軽自動車をねロングにした乗り合いのバンとかがあるんですが、私がいてギターバンとか、そうほぼほぼなんか街を行ったり来たりしてる本当軽の番ぐらいでしたね。だから基本タクシーないんですよ、みんなのキタパワーは。で一番高い乗り物って多分ハイエースの乗り合いの番なんですけど、まあそれはまあダマとか都市に行くのに長距離になってるので、まあほぼトライスクルに皆さん乗ってますよね大体。でそれが主なあれだったんですけど、日本ってまあほぼ電車じゃないですか、都会に関して東京なんかだと。まあバスも一部あるんでしょうけど、あまりバス乗らないですよね。で、まあ、ほぼ電車地下鉄ですね。だから電車地下鉄に乗れないっていうのは、日本の東京都内の地下鉄で特に複雑でよく分かんないんですけど、今だからルートを見て自分が行きたいところに多分ね彼女はほとんど行けると思います。だからすごいね勉強してすごいなと思ったんですけど、だからパスモでチャージをして電車に乗るっていう習慣、だからフィリピンにも確かねマニラの、鉄道とかで何ていうの回数券みたいな多分あるんですけど、フィリピンでもそんなの買ってる人僕ね見たことないですからね。だから毎日毎日多分1回ずつお金払って乗ってるから駅多分混んでるんじゃないかなと思うんだけど、あれで例えばマニラの鉄道がもうちょっと地下鉄もできて発達したらパスモのようなシステムをね作ったら、もっとスムーズにね電車に乗ったりとか地下鉄に乗って公共機関に乗ったりするので駅が混むってことは僕はないと思うんだけど、なんかマニラの電車なんか本当遊園地のなんかアトラクションに乗るようにみんな並んでたりしますよね。今ちょっと、ね、コロナウイルスの関係で、まあ、空いてることもあるし、まあ、動いてないところもあるのかもしれないんですが、まあ、あんなに交通機関がめちゃくちゃ混んでると嫌になっちゃいますね。でも日本はそんなになんていうの、まあ、朝電車混んで通勤電車混んでたりするところもあるんですけど、まあ、ほぼほぼみんなちゃんとルール守って秩序よく乗ってんじゃないか、まあ、電車混んでますけど、でもそんなに乗れないとか時間通りはまあ来ますよね。なんか突然止まったりすることもあるんだろうけど、でもまあそれはねちゃんとね、ルール通りやってるんでねうまくいってると思うんですけど、だからうちの奥さんねだからそういうルールに乗れるっていうことに対してはすごくねいいと思ってますねやっぱり。で奥さんだから通勤にパスモで電車に乗って定期を買って、まあ定期を買ってんですけど、それでねまあ行ってますね。だから時間通りに出て時間通りに着いてまた時間通り帰ってくるとかってねそういうパターンをちゃんとやってるのですごくね慣れてますね。だからそういう習慣がね一回こう慣れちゃうとフィリピンのこうちょっと大変なとか突然何が起こるとかなんか理由もなくなんかおかしいことになるってことはねやっぱりちょっとねダメっていうことになってくるのかな。だからそういう人たちがねまたフィリピン国内の交通システムのルールとかねいけないところの改正をね多分してくるんじゃないかなと僕は思います。
昔例えば鎖国の時代とか幕末の頃に例えばヨーロッパとかに視察に行った人たちが、ああこんな交通システムがあるんだってみんな多分見たと思うんですね。だからそこまでフィリピンと日本が離れてるわけじゃないんだろうけど、いいところはねやっぱりどんどん取り入れてる、悪いところはねやっぱり切っていくっていうのは柔軟な発想が、ね、やっぱり、ね、あるべきだと思うし、だからよその、国とかどっか違う地域に行った時に、あこの方法はね簡単に取り入れられるかもしれないっていう方法をねどんどんフィリピンにも取り入れていくとねすごくいいのかなと思います。で日本にもねたくさんね悪いところも多分あると思うんですけど、まあそういうところはね、まあ、あんまり見習わないでいいところだけ、ね、いいとこ取りだけすればね僕はねなんかもっとね、快適にねフィリピンの中はね過ごせるようになるんじゃないかなって僕は思ってます。はい、まあね日本人化っていうことでね、あとね何だろうな、もう考え方も日本人化してきてますね。でもね未だにでもうちの奥さんねやっぱりのんびりしてるし、時間はねまあ守るようにはなってきたんですけど、まあほぼほぼちょっとね正確にはやってないですやっぱり。だからまあそこのところねもうちょっと直してくれて嬉しいんですけど、ただ僕もねそんな時間にね正確な人ではないので、まあそこそこ合ってるのかなと思うんですけど、まあでも日本はね、ある意味でね、住みやすいところもすごくあるし、いいところもねたくさんあると思います。だから日本にね長く住んでるね、フィリピン人の方々はねやっぱりそういうとこはね多分好きだからね住んでるのかなと思います。あと人と人のとのねなんかでこうつながりみたいなのが、合ってるって思う方もね中には住んでるのかなと僕は思うんですけど、ね、いろいろねなんか聞いたことがあるんですけど、まあもうある女性の方はねもうちょっとフィリピンには住めないって言ってる方もいらっしゃいました。自分のねだから田舎にこう両親とか家族がいても、まあそこでずっとね住み続けることはねちょっと無理かなっていう方もいらっしゃいました。その方は日本に帰化してしまいましたけど、だからまあその人それぞれでね日本が好き、日本が住みやすいとかフィリピンがね好きとか、フィリピンより日本の方が住みやすいとか、まあ両方好きなんでしょうけど、まあそういうふうに思ってたり多分すると思うんですけど、まあ僕はどっちがいいかって言ったらフィリピンに長く住む方がね僕は合ってますね。だから人それぞれなんで、その人の住みやすいところに住むとか、そこのルールにねこう乗っ取って生きるとかっていうこともね、その人の選択肢だと思います。だから日本人だからずっと日本にいなければいけないとかってそういうルールもないし、本当にちょっとね生きづらいかなと思ったら僕はねいろんなところに行って他を見るっていうのはすごく大事だと思います。でやっぱりさっきね幕末のお話をしましたけど、幕末も結構ねいろんな人いますよね。なんとか高田優さんとかジョン万次郎さんとかあちこち行っちゃう、なんとか高田優さんって何ロシアの方行っちゃってどっかサンクトペテルブルクまで行ってなんか10年以上して帰ってきたって人もいるんで、そういう方も いるし、ジョン万次郎さんなんてね船でねどっか土佐高で漁してたらずっと黒潮流れてっちゃったとかって人もいて、まあ、アメリカの船見つかったんでねそのままアメリカに行かれてそっちで、ね、勉強して学校に行ったりとかするっていう方もいますし、だから海外に、ね、出ていくっていうことは僕は全然ありだと思います。日本人ってとてもね好奇心がとてもある民族と思うんですよ。だから黒船が来た時黒船にね忍び込んでね密航させろって言った人もいるし、だからいろんな方がいるのでその人それぞれの人生だと思います。まあ、今日はねフィリピン人女性日本人化ということでねお話をさせていただきましたが、本当でもフィリピンの女性、まあ、男性もそうですけど、いろんな文化に、ね、適応しやすい方がとても多いです。だからそれはね柔軟な、ね、考え方とねとても好奇心があるっていうことだと僕は思います。それでそこのね、地域の言葉を覚えたりとか、その地域の文化に根ざして生きるってことが、ね、フィリピン人は、ね、とても得意な人だと思います。でそれはねとてもいいことだと思います。だからねいっぱいフィリピン人が日本に定着して日本の人たちと結婚したりとかねしてね住んでるってことは僕は素晴らしいし、日本のプラスになってると思います。中にはちょっとねおばすてでねずっといて大変だって人も中にはいると思うんですが、でも日本のためにね、一生懸命ね働いている方々とかね、いろんな人の手助けをしている方たちを見てると僕はねなんか素晴らしいと思います。はい、まあ、今日はねこんなお話をさせていただきました。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、
それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。